はい、これから、横田方面ドライブ行ってきます。そんなこんなでよろしくお願いします。ワイムワイナリーだったり、なんかここで営業されてるそうで来てみたんですけど、はい、お客さんがいませんね。はい、あのこっち側はあの従業員さんの車両で、こっち側がお客さんらしいんですけど、なんとお客さん2名ぐらいから来てないというか、いやいや、ワイムワイナリーさん、あのしっかりね営業戦略してですね、しっかりお金儲けしてくださいよ。やりませんね。なんかやっとることがね、しょぼすぎてね、あのちゃっちゃら笑っちゃいますけど。岩見ワイナリー、なんとね、岩見ワイナリーさんね、島根ワイナリーさんではね、試飲はタダなんですけど、はい、岩見ワイナリーさん試飲するのにお金と取られるそうですけど、どんだけぼったくったらいいんですか。はい、ざるそばをいただいてみたいと思います。こんなこんなでいただきます。いただきます。うまそうね。や、出雲そば、どんだけ必要とんねん。これめんどくさ。これいただきます。やっぱ暑い時には出雲そばの問題ね。あれ何そばだったかな、どんばらの。うん、まあ一緒のそばには負けるけど、まあ腹に腹みんな一緒だった。そうそう、食べれるだけ幸せね。どっかの水分で誰も足らないけどね。そうそう、特別券付き合いで、なんとこれ100円、特別券付き合いで、そうそう、自民党からの特別券付き合いで、なんで選挙期間中にばらまかれたのか。いつばらまかれたんだろうね。選挙中にばらまいたら公職選挙法違反。ん、選挙前じゃない。あわの、うん、ばらまいた公職は違反だった。それについて警察は何もノーストップ。まあ自民党だよな、親方が。うん、いや島根県警さん、これ汚点じゃないの。うん、公職選挙法でみんなパクらんだめね、島根県警さん。自民党でもしゃがない。所詮自民党だと思う。あの、俺自民党とか、あの、党関係なしで、一匹狼で、不正を暴くのが私たち教会。
選自民党でね、都合よくだったらね、その候補者も多分ね、ポイントです。だって、河合夫婦がどうだったじゃん。うん。特別給付金もらってるのも困るよ、バレたら。まあ、バレたって。まあ。合同総裁でこの件もやってくれるんじゃない、県警さんね、県警さん。いや、所詮自民党幹部が変わるんだな。うん、腐っても自民党というか、腐っても自民党だから。まあ、自民党の議員さんも誰も彼も腐ってはいないんだけど、幹部しっかり腐ってて、なぜ、某今回優待した議員さんが島根県にみんな北朝鮮からミサイル落ちも何の問題ないという暴言入ってしまう。そういうこと、それ誰だったっけ。あの元総理の弟さんで、あの島根県の、あ、竹下のアホ作り酒屋さん。ああ、自分動画島根県なのこんなこと言って、やめちゃう。まああの竹下さんもね、まあそんな長くはないでしょ。まあ食堂がないな。分かった。もうか顔に出とるじゃん。食堂がない。まあ年内がいいとこでしょ。バチは当たるけど、うん、あの草加をこけんした後もみんなバチ当たりますから。いやていうか人間をね、住民バカにしちゃダメね。私公明党じゃないから、ごめん、日本維新の会だから。俺公明党じゃないから、うん、グレン隊だから日本の意識のから、あの大阪の爆炸のあのガングバッチ、ガングバッチ。あ、このわさび強烈に効くな。まあ所詮は自民党だけね。まあな、所詮は自民党。はい、ごちそうさまでした。国会議員が3人も4人も4人も受けてくれない。バランス、あの、特別給付金のバーベキューはないわけがない。ああ、くたくた。お腹いっぱい。まあ、ここまで違いも強いと思わなかったけど。まあ、自民党にやることはやろうと思って。ろくなことしませんよ、自民党さんは。はい、そんなこんなでごちそうさまでした。あの、出雲そば美味しくいただきました。そんなこんなで、ポプラ前からのほんとねえがお送りしました。次の動画、お楽しみに。